切なものは目に見えない。君が教えてくれた呪文で魔法が解けたんだ。ねえリアナ、秘密の呪文を次に会った時、君だけに教えてあげる。ベルンシュタイン家の人間は代々サンドの飯より本が好き。ついたあだ名が虫かぶり姫。早く婚約者をとうるさく言われていてね。どうだろう、私と婚約してほしいんだ。私と殿下が交わしたのはあくまで婚約することで得る双方の利点の一致。恋愛感情はないのだから。エリアーナ様が、エリアーナ様が私を、まったく殿下と来たら。殿下の婚約者をお送りするのは俺の役目です。楽しそうだな、エリアーナ嬢。いい加減潮時でしょう。私は名ばかりの婚約者だったはずでは。私の指は食べ物ではありません。クリス様は虫かぶり姫に騙されているのですわ。では本番といこうか。殿下とお会いした時のことを思い出せないのです。大切なものを見失ってはいけないよ。書物だけではわからない世界があることを初めて知りました。